ちらです。お願いします。頑張っていきますけどもね、居酒屋さんのトイレとか行くと結構ね、いろんな張り紙が貼ってあるじゃないですか。その中でも一番多いのがね、世界一周の船旅っていうね、広告が貼ってあるんですよ。これ皆さんね、見たことあると思うんですよ。世界一周の船旅の広告見て、世界一周旅行行こうって思うやついないと思うんですよね。で、皆さんよく考えてほしいんですけれどもね、今から何もかも投げ出して世界一周旅行行けるようなやつが1人 3,4 千円の居酒屋で飲みますかっていう話なんですよ。飲まないでしょ。もっといい店行ってるはずなんですよ、ね、だって世界旅行ってめちゃめちゃ金かかるんですよ、ね、何ヶ月とかも200万とか300万とかかかるわけなんですよ、ね、金がないからここで飲んでるんですよ。金がないとここ来てるやつね、これがジョジョ園のトイレとかだったら別ですよ、ね、高級中華料理店のトイレとかだったらまだ金のある人が見るかもしれない。でもこれが魚民とかに貼ってあるあんま聞いたことないでしょ。魚民から世界行った人いないですよ。魚民には申し訳ないけどそんなやついないんですからね。まあでもいろんな動機があると思うんですよ。世界一周旅行行く動機ね、なんかこうね、いろいろな、ね、見たことない景色を見てみたいだとか、ね、こういろんな文化に触れて、ね、こういろんな価値観をね、こう新しくしたいとかいろいろあると思うんですよ。そういう変化を求めてる人ってもっといろんな人と飲みに行くと思うんですよ。いろんな人と飲みに行っていろんな話をするわけなんですよ。でも 3,4 千円の居酒屋で飲んでるやつは毎回同じメンツで飲んでるんです同じメンツで集まって毎回同じ話をしてるんですよ。もう変化もクソもないです。もうこれが一番楽しいと思ってるからね。毎回同じメンバーで集まって同じ話をしながらずっと終電の時間を気にしてるんですよ。終電の時間を気にしてる、ね、なぜ終電の時間を気にするか。タクシーで帰る金がないんですよ。金がないからここで飲んでるんですよ。タクシーで帰れたらもっといい店行ってますからね。あと単純に家が一番いいってのもあるね、家が一番いいやつが世界なんか行くわけがないんですからね、誰も行きません世界一周旅行なんかね。でそういう店で飲んでるやつは何を考えてるかというと、ああ電車で帰ると面倒くさいなあ、こっから歩いて帰れればいいのになって思ってるんですよ。だからあそこに貼るべきなのは世界一周旅行のポスターではなく、ここから歩いて帰れる距離にある物件を紹介してくれる不動産屋のポスターなんですよ。張り替えろい。ありがとうございました。